この宇宙人が。気持ち悪いんだ。お前ら静かにしろ。あ、今日からこのクラスに転校生が来ます。おい、可愛い子って噂だぜ。マジで？はじめまして、市川京子です。怖い。じゃあ空いてる席座って。はい。京子ちゃん、こっちこっち。よろしくね。よろしく。よろしく。よろしくね。あ、京子ちゃん、ダメダメ。こいつ宇宙人だから言葉通じねえんだよ。おバカさんだもんな。え？はじめまして。私の名前は、京子。よろしくね。ご乗車ありがとうございます。お客様、こっち来てください。お客様。レン君、改札、鳴ってるよ。私のお母さんも耳が聞こえなくて、いつも手話で会話してるの。あれ？あそこにいんの宇宙人のレンだよな。ほんとだ。一緒にいんのは転校生の京子ちゃんだ。クソ野郎、なんであんな奴が一緒にいんだよ。アホなふりして声かけてもらおうとしたんじゃね。腹立つ野郎だ。じゃあ一緒に帰ろ。ご乗車ありがとうございます。ん？おい宇宙人、最近京子ちゃんとよく一緒にいるよな。宇宙人の分際で調子乗ってんじゃねえぞ。てめえは一生孤独で悲しい人生を送ったらいいんだよ。意味わかるかおバカちゃん。ちょっと何やってんの。あ、このバカに勉強教えてあげてたんだよ。嘘つかないで、全部知ってんだから。まあそんなカリカリせずに俺たちとカラオケでも行かね。お、いいね。行かない。レン、行こ。クソが。好きな食べ物何？私も好き。切符拝見しますね。二人分でお願いします。あ、お客様危ない。お前ら何してんだ。ベル鳴らしたけど聞こえなかったか。おいこらてめえ。あ？あんたら本当に最低だね。かわいそうな人間。そこの宇宙人の方がよっぽどかわいそうだろ。生きてて楽しいのかよ。最高に楽しいよ。辛いこともたくさんあるけど、嬉しいこともたくさんある。どこがだよ。あんたらにひどいことされても、なんでレン学校に行ってたかわかる？は？あんたらといつか友達になれるって信じてたんだよ。あ？入学式の時、駅で迷ってたら二人が一緒に連れてってくれたって。体育で倒れてた時に真っ先に救急車を呼んでくれたって。ああ。レンは、あんたたちを頼りにしてんだよ。そうだったのか。ごめんな。ごめん。違うでしょ。ごめんなさい。でしょ。こいつなんて？